たまにはですね、アルター高原を攻めていこうと思って、一個ね、洞窟を、メッセージありがとうございます。洞窟見つけました。ここにね、賢者の洞窟ってあったんですけど、この捨てられた棺っていうなんか、アルター高原入ってすぐの、まあ、多分祝福ですよね。そっからね、こう水辺を上に行くとね、あるんですが、すいません、僕ね、マップ取ってないんで、多分これなんでね、火山岩の横にあるこのマップを取らなきゃいけないんだけど、マップを取ってないんで表示されてないですって、この辺にあります。はい。で、ここをね、ちょっとね、今日はね、休憩がてら、探索していきたいと思います。休憩がてらってのもおかしいけどね。うん。洞窟を探索するのに、賢者の洞窟。休憩がてらってのおかしいんだけど。まあ、とりあえずね、なんだっけ、ノクローンっていうね、場所を最近クリアしたんですが、撮影にですね、多分3時間ぐらい使ってんですよ、あそこ。めちゃくちゃ広くて、あそこ。で、ちょっとで一回で心折れかけたんですね。ただ、なんで休憩がてら。いけないよね。休憩がてら、この洞窟を遊びに行くと。はい、行きましょう。楽しみだね。なんかあるかな。赤くね？赤いぞ、赤くねえわ。気のせいやないかい。オッケー。赤いなんか新種のやつが出てきたのかと思っちゃった。はい、しっかりとどめさせていく。これも開くのかな？開くのね。なるほどね。ここは？これは死ぬね。うん。死ぬ。降りないから、絶対に。うん、死ぬ。死ぬ。わざと死ぬとこは降りない。落下神とか呼ばれてるんですけど、喪失の戦敗。戦敗を複製できるやつ。と、死の固形薬。とか呼ばれてるんですが、全然自負はしてないですからね。はい。皆さんに言われてるんですけど。そしてなんならね、そんな落下してないでしょって思っ、ルカちゃん？たまにやるんですよ、この子、ポーズを。なんとかボス戦の途中とかでやったりするんで、なんかよくわかんない。なんでするんだろうね。あ、困るな、これ。あ、ここも、行くぞ！行くぞ！もう、超びっくりしたんだけど、本当に。いやいや、もう、いやいや、いっぱい来た、いっぱい来た。お、家族。家族。ちょっと待って。ほんといい。これ。あ、ちょっと待って、凍って。うわぁ各家族。疲れの各家族。これ、こら。オッケー。あ、嘘！おばあちゃんも来た。ちょっと待って。おじいちゃんもおばあちゃんも来る。待って。ごめん、孫娘と、ひ孫のとどめさせた。おばあちゃんのとどめ、おじいちゃんのとどめ。家族全員やったわ、これで。まあ、こんな感じなんですよ、いつも。はい。うん。特に考えて喋ってないんで、お、すげえな、これ。すごっ！なにこれ？いや、待て。怪しいな。これ、いくつかに1個は偽、転送罠じゃないか？ OK！ おう、妖精帳。なんかさ、こっちにしようかな。なんかこれ血だまりがあるな。これ怪しいぞ。これ怪しいな、マジで。こっちにしよう。OK。はい、白銀漬け。お、白銀漬けいっぱい。いや、これはいけるかな、じゃあ。あ、これ怪しいな、なんかこれ。だ。だ。ダキのウッドシールド。絶対読みたいんだよ、これ。これか。あんまり強くないね、これね。縦に長い木製の中盾。まあ、あれでしょうね。筋力8だから、あんまり、なんか魔法使い用とかそっち系でしょうね。ちょっと待って、これさ、結婚触れてみるわ。どうなってる？ん？あ、なるほどね。核家族に殺されたのか。じゃあ大丈夫だ。オッケーオッケー。お、びっくりした！びっくりした！黒布のフード。へえ、これかっこよさそうだね。今でもこの鹿が気に入ってるからな、正直な。鹿頭。これか。あ、かっこいいじゃん、なんか。いいね。これなんか侵入者っぽいね。あ、侵入者。ちょっとうちのキャラのルカティエルっていう名前でやってるんで、ちょっと片方のね、顔が猛者化してるんですよ。ルカティエルちゃんは。なんで一応忠実に再現したんですけど、ちょっとアップにすると怖いっていう。行きましょう。まあ、鹿の頭がいいですね。今のところね。まあ、盗賊っぽいね。盗賊プレイにはいいかもしれない。かぁ、もう。いい。撃たないで。はい。
おお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 ちょっと待って、ちょっと待って、ロックがロック。ちょ、ロックの方向が違う。待って、強いぞ、こいつ、ちょっと待って。何してんの？幻の壁巻いたー。それ！あ、こいつ強い！こいつ強い！こいつ強いやつだ。めちゃめちゃ強ない？こいつ何？ちょ、一回逃げるわ。すまない、すまない、すまない。ちょ、一回引こう引こう。多分来るから。一体ずつ倒そう。ほら、これ。こてーなかなかね、出が悪いんですよ、これね。はい、行きます。はい。これいったでしょ。え、これ強くね？こいつ何？本気で行くわ。マジか、こいつ強いぞ。シンプルに。はい。アホか。後ろ取れんで、いや、勝って。なんだこいつ、マジで。おら、本気だ。ダブルブレードが本気なんだ。この野郎。死んだ？よかった。死んでんのに、死んでるやつに死んだって聞くの嫌なんだけど。おめえ、なんだこら。この野郎。ちょっとここはこれで一掃するわ。やばいわ、ここ。お前は、ないで待ちしてんな、この野郎。オッケー。出待ちしてなかったね、今ね。全然こっち見てなかったもん。お、宝箱。てか、宝箱すごくない？ここ。めちゃめちゃ宝箱あるね。石剣の鍵。あれ？あ、こっちか。なるほど。石剣の鍵もあるぞ。いや、すげえ、マジで宝、え、ここすごいよ、みんな。お宝ザクザクじゃん。やばいよ、ここ。お宝すさまじい。これいいね。お宝すさまじいとこ、ちょっと取っといていい？一枚。サムネ用に撮っとこう。サムネに使うか分かんないけど。よくね、こういうの撮るんですよ。いいね。お、いいね、いいね、いいね。あ、いいよ、ルカちゃん。いいよ、かわいいよ。いいよ、いいよ。はい、ポチッと。あ、1枚撮りました。これ消さないとね。サムネ作るときいちいち消してるんですよ、これ僕。すごい豆でしょ？変なとこ A 型なんで。はい。猛禽の鍵爪、かっこいい。猛禽がなぜか読めるっていうね、このね。ゲームに出てきそうな定番用語だけ読めるっていう、この、猛禽だよね、これね。あ、違うな、多分俺動物園好きだからな、これ。俺動物園好きなんですよ。お、猛禽じゃん、これ。わしみだ。かっちょいい、これ。これどんなやつなの？技量14。細く鋭い2本の爪。カラス山の教師たちが自らの死の猛禽に、もすための読めないっていうね、基本的に。で、こうダブルになると。ああ、これかっこいいなー。これいいな、これ使おうかな。なんかサブ武器にいいっすね。サブ武器ね。あ、そうそう、サブ武器といえばね、なんかね、撮ったんだけど、なんかね、どうしよう、映像、右上に映像入れちゃうか入れないか迷ってるけど、なんかね、変なレイピア撮ったんですよ。どれだっけな。あれ、どこ行った？あれ、なくなっちゃったかな。なくなっちゃったからいいか。なくなっちゃうことないけどな。なくなっちゃうことないんだけど、俺、本当にないな。レイピア取ったんですよ。なんかね、腐れ属性がついてる。あ、これ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 。アリトゲのレイピア。なんかね、変な NPC が襲ってきて、今もう多分喋ってる時間長いから、もしかしたら右上出してるかもしれないけど。なんかアルター高原を散歩してたら、これどうすんの？え、あっち飛べってこと？いや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 、これ。なんか襲ってきて、すげえ弱かったんだけど、そいつ。そいつから取りました。うわっ！そうでもなかったわ。言うほど。ん？これも幻の壁か？壁だね。お、すげえマジで。ちょっと今日はこのアリトゲのレイピアも使っていこうかな。ボスがどんなんか知らないけど。おお！なにこれ？猛禽の黒羽。尻骨の仮面。ちょっと今回豊作じゃん。これか。お、かっこいい。めちゃめちゃかっこいいね、これね。尻骨の仮面。尻骨の仮面、どれだ？これか。あ、フードの中に兜ありバージョンみたいなやつ。怖いね、何これ。キャッチャーじゃん。キャッチャーだわ。これ、キャッチャーですね。完全にね。うん、キャッ
ッチャーの面ですね。まあ、ちょっと今、すいません。今一番ね、気に入ってる防具がこれなんで、ちょっとこれでいきます。今回の組み合わせにちょっとね、これで、申し訳ない。当分はちょっとね、これ揺るぎないんですよ、今僕の中で。僕の中でルカちゃんは。やっぱあるのね、これね。うえ、ボスだ！嘘！ちょっと待って。もうボス？こっちも道がありそうだけど。まあ、行ってみるか、じゃあしょうがない。ボス、先にな。いや、怖えな、なんだろうな、これ。なんかわかんないけど強そうだぞ。こんなお宝あるからな。一筋ならではではいかないんじゃないか。なんだ？なにこれ誰？誰誰誰誰？ガレス！手術師ガレス！おお！あ、なんか来た！ちょっと待って。なになになに？どういう、なんかいね？なんだこいつ？なんだ？なんだなんだ、転がってくる。腐れ入んないか。ちょっと待って、なにあの骸骨のなんかあの、骸骨のボーリング、うおー、ボーリングマンいるぞ。ちょっと待って、わかった。もう仕方ない。ここは、ちょっとあまりこれ、長引かせると。なんだこいつ。お前、フレイルか、行って。オッケー。おお、強い。なんか呪術？あ、でもなんか勝てそうだな、普通に。ダブルブレードに弱いわ、こいつ。そいや！おお！びっくりした。何あの高速なめくじみたいの。何家族の首って。いや、お前の家族の首、どういうこと？家族の首取っちゃって、やっぱ学家族だったってこと？何これ？これか。フレイル？うーわ。え、何これ？ちょっと待って。え、ちょっと待って。これなんか、何？頭ついてね、確かに。はい。おじいちゃん、おばあちゃん？おじいちゃん、おばあちゃん。あ、おじいちゃん、おばあちゃん、お母さんか。お父さんの首どこ行った？あ、今のがお父さんか。なるほどな。なんだあいつ。あいつやばいっすね。マジで。え、ちょっと待って、これさ。まだ先があるんだよね。これなんなの？これ強いの？これ。妻と子供の二人の子に似せ、二人の子供のやつなんだ。ガレスの妻と二人の子供に似せてんのかな？家族の怨霊。家族の怨霊。これ出るんだろうね。家族の怨霊が出るんですよ、これ。ただ俺が今出ないから、なんか出せる技、出せなかったっけ？なんかあるよね、多分ね。確かさ、威力を高めるんじゃなかったっけ？魔術の威力。違うな。威力。いや、違うな。ないな。ないか。ないのか。ないの。あ、ちょっと待って。これでさ、これで出せんじゃない？あ、出た。なんだ。これ強いの？これ。あ、でも結構嫌なのかな。おっそ玉って言われるかもしれないけど。玉おっそ。切った方が早ない。普通に思うけど。違うのかな？切った方が早い気がするけど。これは俺の認識が間違ってるんだろうか。まあいいや、とりあえず、家族の首、取りました。やっぱね、核家族のフラグだったんだね、俺がね。これ核家族じゃんっつったのが合ってたよね。まさかここでフラグ来ると思わなかったですね。いや、こっち行ってみましょうか。とりあえずね。え、ちょっと待って。いや、ボス2体いんの、ここ。もうちょっとこのまま行くか。いや、俺2連覇できるかな。あと、聖杯瓶4本しかないけど。いや、待て、強そうだな。こっちはこっちで強そうな気がするけど、どんななんだ？何？うわ、出た！これあれだろ。え？うお！あ、なんか見えないのいるっつったな。こいつからなんか見えないやつが出てきますよって俺コメントもらったんだな。仕方ない、ここは。頼む。
マーク2、ルカティエル、マーク2行け。よし、カニ食って行け、ルカちゃん。ここだ、行ってた。あー、ちょっと待って。ほい、オッケー、ここにいるぞ。あれ、あれ、あれ、シュ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 。オッケーオッケー、はい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 、いてててて、ルカちゃん、ルカちゃん頑張れ、ルカちゃんで、ルカちゃんと俺もルカちゃんだ。よし、いけいけいけ、マーク2 絶対それじゃん。お前それやめて、マジそれ悪質だ、その抱きつきやめて、セクハラだから普通に。あ、俺かな。あ、いてていて、いよいよいよ、この辺かな。あ、どこ行った。あ、いるないるないるな、うどこだ、ここか、おれ、よしルカティエルマーク2が登場した。未隠しのベール、よっしゃー。未隠しのベールってなんだ。いや、今のちょっとなんだかよく分かんなかったな。なんだろう、未隠しのベール、こっちのアイテム系かな。一瞬しか見えなかった。魔法かな、魔法、いや、キーアイテム。なんか黒い布みたいなやつだったな。タリスマンかな、ちょっと待って。ん、全然見なかった。タリスマンっぽいかな。項目見なかったわ。あ、あった、タリスマンだ。敵から離れて言えば、しゃがんだ状態で姿を消す。え、消えてんのこれ。え、これ消えてることになってんのかな、ちょっとわかんないけど、戻ろうか。はい。ということでね、こんな感じで撮れました。結構お宝ザクザクだね。ここ結構、結構結構つってるけど、行った方がいいかもしれないですね。お、ちょっと待って。消える？装備してるよね。敵から離れていえば、しゃがんだ状態で装備者の姿を完全に消す。どういうこと？消えてんのかなこれ。ちょっとこれ、これなんかわかる人だったらコメントもらっていいですか？これ消えてんの？はい。ということでね、まあなんかね、よくわかんないけど、家族の首とか取れるんで、まあ、皆さん行ってみてください。まあこの家族の首は意外と面白いかもね。うん。これ対人とかで持ってきたら、あまり強くないのかもしれないけど、多分ビビりますよ。両手で。両手とかね、2周目入って、両手持ちとかしてたらちょっと怖いかもしれないね。うん。何せ家族6人分だからね。はい、ということで、終わった方がよろしいようで。またね。